ずコスプレから早いろ。コスプレから。おお。あれ着てみましょう。毒になってる、毒になってる。キャミンが毒に。カズノコさんがキャミン。あ、ファン。で、ミセさんがキャミン。おお。で、ファンは、独守使いって感じですね。はいはいはい。で、まあ、長いリーチを生かして、うん、で相手を近寄せないように毒をこう放ちながら、あのチクチク削っていきたい。これ毒状態になったらどうなるの？徐々に体力が減っていくんですよ。減ってますよね。キャミンの体力が紫になってる時は毒状態ってことですね。そうそう、でわあ、ちょっとこうやって毒にして、減ってる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 。あ、毒にやられた。かなりいやらしい感じ。で、ちょっと人をね、食ったような。そうですね、すごい。後ろのクマも気になりますね。そう、あれは、まあ、クマですね。クマですね。普通にクマが、あの店内にいますね、これ。おお。そうですね。毒がすげえな。ただ、まあ、ファンは、あの、すごい近距離、あんまり得意じゃないんで、あの、相手を近づかせないようにするのが、あの、戦略なんですけど、これちょっとあのミセさんが攻めあぐねてる感じはちょっとします。はい、おベトリア、ベトリア、キャミはベトリアを使うと攻撃回数が増えたりするんで、なるほど、一発逆転狙えるんですが、ファンの、あ、これ V スキル、ね、V スキル、あれは毒の弾を投げてて、あれ防御しても毒食らうんですよね。防御してても毒になっちゃうんですよ。でどん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 体力があの減っていって、で毒で削り KO はできないんですけど、当たってしまう、はい、すごい。ぜひあの YouTube ライブ、そうですね、スイッチこちらでご覧ください。はい、ちょっとそっちだとカクつきない。そうですね、綺麗に見れます。カズノコさんが剣ですか？カズノコ剣、うん。まあ今回ザンギエフはですね、うん、相変わらずの投げキャラなんですけど、うんうん、あの相手に、まあ、近づかないと投げられないじゃないですか。はい、で近づくための、まあ、手段もあるんですけど、うん、V トリガーを発動すると、うん、相手に近づくんじゃなくて相手を引き寄せる。もう吸い込んで吸い込む、吸い込む。サイクロンだ、サイクロンで、剣も結構攻撃的なキャラクターで前に出ていくと面白いキャラなので、これもこの2人は結構気に入るキャラなんじゃないかなと。おお。で、ここら辺はなんかやっぱりあの4でも出てるキャラクターなんで、ちょっと硬いというかそれっぽいっていうか。まあでもザンギはバニッシングフラットないんですよね。なくなりましたね、だから移動するのに一工夫は必要なんですけど。そう、これですね、スピードファイドライバー。これが減るんですよ。クラッシュカウンター入る。大パンチはアーマーキックついてますからね。あ、そう、これが相手を引き寄せる。おっと、あ、空中で投げる。あそこはね、着地にクラッシュカウンター当てての、おお、うまいですね。後ろにね、シャドル四天王の銅像があるんですけど、ね、お、本当だ。ここうまい。おー、うまい。おお。V トリガー今発動したんですけど、剣の方が通常技キャンセルして発動できるんで、コンボにつなぎやすい。あれ後ろ地球儀ありません？あれ。ありますね。ありますね。バレちゃった。あれちょっと。バレちゃった。気づいちゃった。気づいちゃった。あれ？気づいちゃった？僕はいませんよね。ああ、うん、いないかな、ね、これ。ないけど。地球儀はあります。地球儀はあります、ね。いつか頑張ってあそこに並ぶ日を待ってます。バルログのところが。そうですね。ねえ、ジャスティスさんになるかもしれない。ジャスティスさんに。さっきのギャグのところ。ジャスティスさん、さっきのギャグのところ。ゴージャスいないじゃん、結局。一番右はファンになってるんですよ。あ、本当だ。四天王の。変わったんだね。ジャスマガットじゃねえのかみたいな。おぉ。まあ、そこら辺の設定は、こう。そうですね、こうやって相手を引き寄せて、さあ、どこに行って開くみたいなね。そう、投げなのか。おっ、これはあっと使ってしまった。おっと、これは当たらない。あ、使ってる。おお、おお、答えで入った。おお、無理やり吸い込んでった感じですね。1-1、1-1、うんうんうん。
後ろで何やってるの？後ろはね、追いかけっこやってるの。これシャドル基地なんですけど、面白いですよ、ね、そう、悪の組織のね、ところにあの忍者とか、あれ、神月家の忍者なんですけど、あ、そうなんですね、あの、まあ、一応スパイに来てるのかな、わかんないですけど、ちょっと楽しい感じで遊びに来てる。おお、そう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 。分かってる。分かってる。分かっているな。一回吸ってダメージ当てなくてもいいんですよ。うん、そうそう。近づいてしまったらもう投げちゃう。スクリューとかね。ウルコン狙いクリティカルアーツ。クリティカルアーツ。後ろ楽しい。ちゃんと飛ばして落とすっていう基本ですね。ガードで削りで KO っていうのがないので、うん、あえてガードし続けるっていうのもある。確かにね、すごい、はい、ダルシムのそのなんか手が伸びたりワ、はいはい、ープしたりっていうのが、うん、さらにあのトリッキーというか、あのまずこんだけ伸びますか、ね、なるほど、かなり個性的なキャラにはなっていっていると。普通に空中浮遊とかスキルできるんで、こうやって すごく面白くなって、すごい、相手をね飛び越えるようにスキルが結構いやらしい。あれ誰しも研究してますね、これ。うわ、伸びるな、うん、そうで、らしいのはあの、はい、まあ結構空中のまあまあ、領域というか、うん、あのまあ、エリアを使ってで、まあ、右に行ったり左に行ったりして結構飛び回って相手を翻弄するキャラクターがあったり、グラマーあったりとか、はい、でテレポートしたり宙に浮くダルシムとタイプは違うんだけど、お互い、まあ、空間をうまく使うキャラクターというところで、この2人の戦いは見ててすごい飽きないかな。おまあ、飛び道具の軌道とかもお互い結構特殊になってて、ヨガファイヤー今回アーチ状になってる、あれは相手の手前に落として、うん、近づかせないようにするとかって使い方が弱くて、いやもう本当に一から一から本当にね、あのリセットなんで、うん、これからっていう人もそうだし、あのあとオート、ミドルが一つでやってたけど、はい、うんうんうん、なんか最近満たしてダメだなっていう人も入りやすい操作感になってる。うまいなこれ。おー、すげえ。楽しい。もう反応してくるっていうね。さあ、そしておっと、お腹が、はい、減った、減ったな。っていうかね、なんで知ってるのっていうぐらい、あの合唱キックっていう、前にちょんって突き出すダルシムキックがあるんですけど、はい、その後にあの中ヨガフレームやってクリティカルアーツっていうのが、うん、割とこう大ダメージ与える定番なんですけど、はいはいはい、なんで知ってるのか、俺結構あのベータとしてやってくれてるのかな。あ、早いですね、やっぱり、うん、おお、すげえな。まだ誰も出てない、出してない、出してない、出してない。だとするともうこの瞬時に、まあ、才能ですかね、これが。これがね、うん、才能です。これが才能なんですね。世界ですよ。おお。面白い。はい。はい。ちょっとお時間を切ってしまいました。あ、そうですか。